こんにちは、キューブです。すみません、ちょっと忙しいことが連続して今回丸1週間空いてしまいました。今後なんとかまたペースを戻していきたいなと思います。さて、今回はダイエット版です。レビューしていくアイテムはこちら、トランスフォーマーロストエイジムービーアドバンスト、トイザラス限定クラシックオプティマスプライムラスティバージョンです。このラスティオプティマスはトランスフォーマー博の封切りと同じ日に発売して、その後すぐ完売したんですが、実は今ネットで再度の予約が始まってるんですよね。どうやら第2回出荷があるみたいで、次回発売はサイトによると9月1日と書いてあります。もうすぐですね。この手のアイテムに再出荷がかかるっていうのはちょっと予想外でしたけど、今からでも手に入るということになったので、今回は割り込みでこちらを先にレビューしたいと思います。中身を取り出して並べるとこんな感じ。構成もノーマルと同じですね。本体と、あとはイオンキャノン、そして発射部分。ではいつも通りビークルモードから見ていきましょう。キャブの外側の汚しの塗装はなんと全面プリントなんですよね。つまりサビ汚れのように見える各面の濃淡は、実はそう見えるようにデザインされた緻密な模様だということですね。武器はノーマルと同じくイオンキャノン。もちろんノーマルと同じように発射できますし、こういう風に天面とか車体後部に取り付けておくこともできます。トランスフォームの詳しいプロセスに関してはクラシックオプティマスプライムの動画でご紹介していますので、そちらをご覧ください。ではスタイルを見ていきましょう。顔のアップです。このラスティバージョンがリカラーではなくリデコと言われるゆえんがこの頭。ノーマルではマスクオープンになっていた顔が、見ての通りバトルマスクになっています。可動に関しても今回はクラシックオプティマスプライムと全く同じなので省略します。ただ可動で1点だけ付け加える注意点があります。これ個体差かもしれないんですけど、足の縦ロールがノーマルのクラシックオプティマスに比べてだいぶ硬く作ってあります。なので回すときは最初根元を押さえてこういう風に回した方がいいですね。足の先なんかを持って勢いよく回すと、最悪股関節に負担がかかって破損っていう可能性もあります。ポーズをつけるとこんな感じ。この錆びたオプティマスがあれば、映画の PV でも散々出ているケイドを助けるためにナヤを突き破って出てくる I am here のシーンとかも再現できますね。以上、トランスフォーマーロストエイジムービーアドバンスト、トイザラス検定クラシックオプティマスプライムラスティバージョンのダイエット版レビュー、いかがだったでしょうか。フルレビュー版ではノーマルのクラシックオプティマスとの比較に加えて、こちら同じクラシックオプティマスのもう一つのリカラーであるトランスフォーマー博限定ネメシスプライムとも比較していきます。お楽しみに。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。ちなみに今回の動画で撮影に使ったこの辺の人間フィギュア、実はこれ前作と前々作の時に出たヒューマンアライアンスのシリーズについていたミニフィギュアです。今回のロストエイジは人間がトランスフォーマーとメンタルな面でも結構深く絡むので、大きさの対比が大体取れてるこの辺のフィギュアがあるとシーンの再現がはかどりますね。というかこのヒューマンアライアンスについていたフィギュア、何気にレアなんですよね。海外ではアクションフィギュアっていうと、いわゆる 3.75 インチっていうこの大きさのやつが一般的に一番普及していて、これより小さいのを探すと大体は稼働しないとかデフォルメされてるんですよね。なのでリアル闘身かつ稼働もできるこんな2インチを切るぐらいの大きさのフィギュアって探してもなかなかないと思います。特にこのサイズでこんな膝とか曲がるようにできてるのは本当に少ないと思うんで、前作まででヒューマンアライアンスのシリーズをコツコツ揃えていらした方は今回いろんな遊びができてラッキーですね。